アビエフ・マラトゥジャクシーコビチはカザフスタンの起業家でカザフスタンのドリームという本の著者である。最も若い億万長者であり2013年11月のホーブス・カザフスタン雑誌の評価によるとアビエフ・マラトゥの資本は1100万ドルである。マラトゥとマラトゥの若いチームの下でカザフスタンのパイプ製品はカザフスタンの使用者の80%が認めて買ってくれる。 1989年9月6日、アクトベ州のカンディアがュ市に生まれた。1999年に経済危機につき、アビエフ家はアクトベ州のアクトベ市に移住した。父親であるアビエフジャクシークメリハトビチが、例人気南カザフスタン工科大学を卒業し、専攻は石油、ガス産業の機械及び設備。以下の組織に勤めていたアクトベ石油探索主張。 ディーゼルの専門家オクチャブル先行作業の中央、管理所、技師、部長産業サービス中央管理所、技師長、グレートボール有限会社の部長最近は、国立予算企業、アクベレン社、捜査官の副官、大佐。母親であるアビエバ、タマラ・アサウハノバは、建築と建設構造、カザフスタンソビエト社会主義共和国のチェスのチャンピオン。 妹であるジャクシリク・マルジャングリ・ジャクシー・コブナは、カザフスタン人文、法律大学の学生である。中学校の卒業後、アクトベ組合専門学校に入校。制御、情報処理を専攻し、2009年に卒業。2002年に連鎖販売取引に参加。2003年から2005年まで、アクトベ氏のラップバンドのプロデューサーを務めた。2004年に、 パソコン及び OA の修理やメインテナンスをしていた AA、A、テクノロージー社を設立した。2007年から ABF 氏が個人起業家として活躍を開始した。同年に W 社と IT アウトソーシング社という二つの会社を設立した。W 社は当時アクトベ州のウェブサイトのデザインとウェブサイトのメインテナンスを提供している最初の会社の一つだった。 サービス業優勝賞を受賞した。ウェブスタジオ w が技術サポートや企業の IT インフラストラクチャのメインテナンス及びアップグレードというサービスを提供していた。2009年にマラトゥが有限会社ユーロモバイルカザフスタムを設立した。この企業の主要業種は自動車の衛星モニターリングだった。2011年に有限会社 KSP スチール トレードハウスを設立した。KSP スチール、トレードハウス社のミッションは、有限会社 KSP スチールの製品の売り上げを上昇させることだった。有限会社 KSP スチールとは、石油、ガス企業用の溶接なしのスチールパイプを生産する、カザフスタン内の唯一の会社である。有限会社 KSP スチール、トレードハウスのおかげで、 カザフスタン内お客様の80%が国産のパイプ製品を購入するようになった。以前は外国製のパイプを買っていた。KSP スチールトレードハウスは多様な賞を受賞してきた製品優勝賞、カザフスタン製を選ぶ賞、ヨーロッパアジア、無限の協力勲章、等々。2012年に法人連合、 カザフスタンの製品メーカー協定の設立を開始した。本協定のミッションは国内の製品メーカーの弁護及び支援である。また、アビエフ氏はイギリスやロシア連邦での会社を設立し、その会社のミッションはカザフスタン製の製品を販売することである。さらに、アビエフ氏の会社がイギリス、ロシア連邦、トルコ、中華人民共和国、ベラルーシから イランイスラム共和国へ金属、食品、医療機器を輸出をしている。2013年11月のフォーブスカザフスタン氏の評価によると、アビエフ・マラトゥの資産は1100万ドルである。ありがとうございます。